今回登場するのはピッキー、リボン、ショパン、ルー、そしてつぼみさんです。ルーはいつもニコニコしてるね。恥ずかしいな。僕ね、ニコニコしてるの好きなんだ。だってプンプンしてるより楽しいでしょ。うん、僕もルーのそばにいると楽しい気持ちになるよ。ところでルー、一体何を見ているのですか？あのね、お花を見てるの。僕が去年の秋に植えた種から芽が出て、ほら、もうこんなに大きくなったの。そっか、もう春だもんね。ふーん、それでお花が咲いたらどうするんですか？もしかして食べちゃうんですか？ちょっとちょっと、ショパン、いくら食いしん坊のルーだってお花まで食べるわけないよ。ふふふ、あのね、お父さんとお母さん、それから教会の会長さんと校長先生、あとみんなにもプレゼントしたいんだ。ふーん、それでルー、お花の種はいくつまいたのですか？一つだよ。一つだけですか？うん。何を言ってるんですか？一つの種からだったらお花も一つしか咲くわけないでしょう。みんなにあげるなんて無理に決まってるじゃないですか。そうかな。もう本当にルーはのんきですよね。えへへへへへ。どこ行ったのかしら。あー、いたいた、やっと見つけたわ。いや、リボンちゃん、どうしたの？なんとなくルーと遊びたいなと思って探してたのよ。あっちでマックやパピオもルーのこと探してたわよ。みんなルーのそばにいるとほんわかーって心があったかくなるのよね。いやー、なんか照れるな。あれ、このお花すごいルー、たーくさんつぼみがついたんだね。え？たくさんってつぼみは一つのはずじゃ。まあショパン、何言ってるのよ。こんなにたくさんついてるじゃない。それにこのつぼみ、もうすぐ開きそうよ。つぼみさん、つぼみさん、春よ、春ですよ。え、それは大変。さあ皆さん、春ですよ、出番ですよ。思いっきり素敵な笑顔で咲きますよ。うわー、すごーい、綺麗だね。ほんと嬉しいな。すごいね、たった一粒の種からこんなにいっぱいのお花が咲くんだ。このお花からまた種が取れて、来年にはもっともっといっぱい咲くんだね。あ、ほら、みんなルーを探してるわ。ほんとだ。このお花と一緒だね。一つの笑顔が種になって、
たくさんのお友達の花が咲くんだね。春です。ニコニコ笑顔の素敵なお花がほんわか村にたくさん咲いています。